人間たちの強い覚悟がゼウスへの道を開いた。復活した破壊神や暗躍するロキ、そして姿を現さない神オーディン。だが連合軍はゼウスに向かって突き進む。彼の口からこの異界を作った真意を聞くために。ついに総妃から得た情報が役立つ時が来たな。鍵となるのは私たちの腕輪か。つまり私たちがやられたらおしまいってこと。ではいざ進みましょう。ゼウスの真意を確かめるために。結界を解除しなければゼウスの真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。行きます。参りましょう。総妃からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るのはヘルプス、知恵者の神です。俺から行こう。闘技場に入るには趙雲殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。討ち取って。わしの元へ来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破り、それなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。雨が滴る。さあここまでたどり着けるかね。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって神様まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。消去も油断しないでね。日本どうしよう、見しまった。さすがです。あなたならばと思っておりました。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。宗師さんがくれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間か。いいだ、私に挑むがいい。ランダー。そろそろ教えてください、あなたの真意を。それはまだ言えんな。だがもうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父よ。私がなすすべもなく負けると闘技場の主が。これでいいのだな。すっごい、メスマル様やったね。この調子で参りましょう。次は確か美の腕はでしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですが、やるしかありませんよね。総妃殿によれば、あの闘技場の鍵は光り、そしてこの腕輪には光明神アポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ行け。闘技場を制した。まずではないかもしれん。わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。どうしよう、見しまった。すごく頼もしいです。
アレス、気になっていたのだが、なぜお前はそこまで人間との交流を避ける？我ら神が人間よりはるかに高位の存在、奴らと親しくするなどとんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいがな。雪村殿のどんな逆境にもくじけぬ心、私ももっと見習われば。私も趙雲殿の槍術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話前にもした気がするな。キロ、美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開けるとは、俺に挑む資格はあるようだな。さあ、お前の力を見せてみろ。綺麗に眠って、水鏡で見ていた通り英傑ぞ。それに何といっても美女が多い。共に強じよう。ならばと思っておりました。奴らは順調に進んでいるようだ。我が君の前任をきちんと理解できたようですね。なでぎりぞ。父がうまく察してくれた。なんと勇ましき敵か。をくじくにはこの手だ。怪物か、打ち払い、前に進まん。これは不死身の怪物か。いすいえ、怪物を操っている者が必ずいるはずです。そのものを倒さぬ限り復活するのでしょう。趙雲殿を撃たせるわけにはいかない。怪物は私が食い止めます。感謝する。怪物使いはそう遠くにはいないはず。そちらは私が見つけ倒そう。怪物を操っているのはお前か。覚悟。
流だったか。怪物たちが引いていく。趙雲殿がうまくやってくれたようだ。お見事な戦いぶりです。お見事です、趙雲殿。その槍の前に敵はいませんね。いや、雪村殿が怪物を止めてくれたおかげだ。さすがは日の本うちの強者なり。槍を使うあの二人の若者、いい連携だ。わしの配下に欲しいがいな。我が名は趙紫龍、光明神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった。まあいい、父上の元へは行かせぬぞ。なで斬りぞ。一歩も動くな。早く私に倒されてよ。さあ切ろう。かわいそうだ。綺麗に眠って。いざ参る。雨がしたしる。その手をお貸しください。いいよ。まさか私が敗れるとは。アレス、あとは頼んだ。アテナまで敗れた。だが俺がいるこの闘技場は決して破れ。そもそもポセイドンの力を持つやつ、人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ。その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。誰なら開けられるのだ。私だ。行きます。宗妃殿、あなたは。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だが、私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。投げるとは愚かな。人間の分際で理解できる。お貸しください。いいよ。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。情報を渡したのも貴様か。許さんぞ宗妃。宗妃殿が危ない。協力してアレスを倒さねば。貴様にとって人間など神に従うだけの存在、人の王などというザレ事を本気で信じるという。今まであなた方についていたのは内側から揺さぶるためにすぎませんね。押されていますね。挽回できるでしょうか。我が豪遊、とくと味わえ。共に興じよう。
たか。さすがです。あなたならばと思っておりました。控えよ。任せなさい。なで斬りぞ。綺麗に眠って。いざ参る。おどきなさい。一瞬雨がしたしる。本当にそうかな。あれです。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たち、お前たちの力をわしに見せてくれ。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。初心ゼウス。それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですがね。私勝てるんでしょうか。押されていますね。挽回できるでしょうか。父上、私もお力添えいたします。人間どもで屈辱を晴らしてくれるわ。ゼウス様、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力ずくで果たせてみせよ。その余裕、自信の表れか。全身全霊の部で挑まれば。やだよ、負けちゃいそう。さあキルン。全く動じていないな。私たちの寝返りは想定内だぞ。いや、がっかりしたぞ。何せ美女が敵に回ってしまったからな。神にそう言われて悪い気はしませんが、もっとも我が君以外に興味はありませんけど。かわいそうだ。綺麗に眠って。かわいそうだ。これ以上集体は晒せぬ。聞かせてもらおう。膝をつかせた。だと。だまえ。この屈辱、永遠に忘れんぞ。さすがだな。お前の武勇、頼もしい限りだ。抑えきれませんよ。雨がしたしる。さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリュンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけんな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺し王となる。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。
許すものか！あなたは。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。総主観が天を掴む様、しかと心に刻むがいい。私がたっぷり楽しませてあげますわ。綺麗にいけたね。オーディン、あの禍々しい気配、ただものではないな。ああ、命が惜しければとにかく急いで逃げろ。奴はあらゆる知恵と力を手に入れた神。わかりましたわ。今は生き延びることだけを考えましょう。戦場を混沌で染め上げてやろう。